こんにちは。今回は、平野翔がキングプリンスから脱退し、ジャニーズ事務所を対処したことを発表した背景には、女優の平イ奈との結婚があるという噂についてお伝えします。この噂は本当なのでしょうかそれともデマなのでしょうか真相を探るために、まずは、 二人の関係について振り返ってみましょう。平野翔と平井優奈は2018年に公開された映画ハニーで共演しました。この映画では高校生のカップルを演じており、キスシーンやラブシーンもありました。映画の撮影中や公開後には二人が仲良くしている様子が目撃されたり、 インタビューでお互いを褒めたりするなど、交際を匂わせる行動が多く見られました。特に、平野がインスタグラムで公開したペアリングや、平、イ奈ユナがインスタグラムで公開したお腹がぽっこりした写真などが、二人の結婚や妊娠を示唆していると話題になりました。これらの写真や情報は、本当に、 二人の関係を証明するものなのでしょうか。次に、これらの噂の真偽を検証してみましょう。まず、デアリングについてですが、これは実際には映画ハニーのプロモーション用に作られたものであり、タイラ・ユーナだけでなく他のキャストも同じものを持っていることがわかっています。映画公式サイトでは、 はに、ロゴ入りペアリングをプレゼントするキャンペーンも行われており、一般人でも手に入れることができました。また、平野がインスタグラムで公開した写真では、ペアリングをつけている手が平野本人ではなく別人である可能性も指摘されています。つまり、ペアリングは、二人の交際や結婚の証ではなく、 映画の宣伝だったと言えます。次に、お腹がぽっこりした写真についてですが、これも妊娠を示すものではありませんでした。この写真は2020年4月26日にタイラユナがインスタグラムで公開したものですが、その前後にもタイラユナは激しい運動や舞台出演などをしており、 妊娠している様子は見られませんでした。また、写真ではコートが膨らんだだけであり、実際にはお腹は普通だったという証言もあります。つまり、お腹がぽっこりした写真は単なる角度や服装のせいだったと言えます。さらに、ヒラノとタイラ・ユナはそれぞれ、 自身のインスタグラムやインタビューで交際を否定しています。平野は2020年10月31日に主演映画、ウィラブのインタビューで彼女はいませんと明言しています。また、タイラ・ユナは2020年5月10日に姉のタイラ・アイリとのインスタライブでユーちゃん ヒラノ、付き合ってないよ、と断言しています。このように、二人はお互いに恋愛関係ではないことを表明しており、結婚や妊娠の話は根拠がないものと考えられます。しかし、なぜこのような噂が広まったのでしょうか。その理由の一つとして、ジャニーズ事務所の方針が挙げられます。 ジャニーズ事務所は、所属タレントの恋愛や結婚を公にしないことで知られており、ファンからの反発やイメージダウンを避けるために、熱愛報道やスキャンダルを否定することが多いです。そのため、ファンやメディアは、ジャニーズ事務所の公式発表よりも、目撃情報や写真などを信じる傾向があります。 このように、ジャニーズ事務所の方針が、平野と平イ奈ユナの噂を助長した可能性があります。以上から、平野翔がキングプリンスから脱退し、ジャニーズ事務所を対処した理由が、平イ奈ユナとの結婚や妊娠だったという話はデマだったと言えます。実際には、平野は、 自身の芸能活動に対する考え方や方向性が変わったことが理由であり、滝沢秀明氏が立ち上げた Tube2 エージェント契約で移籍し、個人事務所を立ち上げることで自由に活動できる環境を整えたのです。平野は今後も音楽やドラマなどで活躍する予定であり、ファンは 彼の新しい挑戦を応援していきましょう。何は男子の三枝俊介が、ILA23 年7月10日号の表紙とインタビューに登場し、ファンから称賛されています。道江はかつてジャニーズ事務所に履歴書を4回送り続け、入賞を果たしました。大阪府出身の道江は、家族の影響もあり、 幼少期からジャニーズに魅了されてきました。12歳で事務所入りし、18年10月に関西ジャニーズジュニアないユニット、何は男子のメンバーに選ばれました。入所後、デビューしたいという気持ちが強くなり、一層ジャニーズ愛、がましたと話しています。ジャニーズ事務所に続けたいという思いは変わらないし、 これからも変わることはないと思っています。ジャニーズ以外の仕事はできないと感じるほど、良い環境でお仕事をしていますので、できることをやりたいです。17年に出演したドラマ、母になるがきっかけで、中国でも多くのファンがいることに気づきました。その方たちに感謝の気持ちを届けたいと考えて、 マネージャーに相談しました。結果、中国の雑誌 CHIC マガジン2022年11月号、で表紙を飾ることができました。本人が、こういう仕事をやりたい、と意思を伝えれば、可能な限り要望に応えようとしているのでは。だからこそ、道へもジャニーズ事務所は、 居心地が良いと感じているのかもしれませんね。しかし、現在は、創業者、ジャニー北川氏の性加害問題により、世間のジャニーズへの風当たりは強くなっています。そして今年に入り、元 V6、三宅健、元キングプリンス、神宮寺雄太と平野翔。 ジャニーズジュニアでは、インパクターズのメンバーだった7人などが、相次いで事務所を離れています。今回のインタビューでは、昨今の事務所事情や対処者については触れていないものの、僕は、言霊の力を信じています。今は、韓国のエンタメが目に見えて盛り上がっていますが、もっともっと頑張って、 ジャニーズの時代をもう一度作りたい、と、力強い言葉も残しています。24時間テレビ愛は地球を救う、のチャリティ特番内で放送されるスペシャルドラマ、虹色の超口的障害者と歩んだ町工場の奇跡、で、ジャニーズの新たなエース、道枝が主演することが決定しました。彼がアイドル界の頂点に立つ日も、 もうすぐそこかもしれませんね。最近、ジャニーズ事務所を対処したメンバーの活躍をよく見かけます。まずは滝沢秀明について言及したいです。滝沢は3月21日に新しい会社である t u b e を設立しました。当初、同社の最新情報は、 オーディションの様子が公式 YouTube で公開されるだけでしたが、7月に入ってからは急速に展開しています。まずは7月2日に三宅県の参加が発表され、7月7日には平野翔と神宮寺勇太、そして7月14日には IMP の参加が発表され、大きな話題となりました。 特に注目すべきは、三宅や平野、神宮寺、IMP の参加発表の方法や、各メンバーが参加について語った言葉です。t u b y は、彼らのお披露目を YouTube ライブで行い、世界中のファンが視聴することができるようにしました。さらに、 特に平野と神宮寺の登場会ではスクショタイムという時間を設け、視聴者に SNS で拡散してほしいと呼びかけました。合流発表の際に、三宅や平野、神宮寺、IMP が述べた言葉も重要だ。